はい、今日はもうすぐホワイトデーということで、大切な人とデートやお友達と楽しくパーティーする際に使えるラブリーなメイクをしていこうと思います。それではレッツゴー。まずは日焼け止めを塗っていきます。今日使っていくのはヘラのサンクリーム、 SPF50 なのに軽めに伸びるのがお気に入りです。お肌のトーンを少し整えてくれる機能性もあって最近愛用してます。2月から紫外線が本格的に強くなってくるので、皆さんしっかりサンケアしていきましょうね。今日はファンデーションを使わず BB クリームを使っていこうと思います。ベリーベリーの BB クリームになります。お肌が乾燥しがちな時にぴったりなこの BB クリーム、自然な光沢が出てくれるので気に入ってます。今日はオリーブヤングで購入したパフを使ってパタパタって叩くようにお肌に密着させていこうと思います。コンシーラーは韓国で大人気なこちら、ルナのコンシーラーになります。このコンシーラーは重たくないのにカバー力に優れているので、最近買ってかなり満足しています。顔のくすみやニキビ跡の気になる部分に塗ってパフで伸ばしていきます。今日は特別なデートやパーティーに合うメイクにしていきたいので、いつもとは違いカラコンをつけていこうと思います。オーレンズのピンクレンズで目元もちょっと柔らかくラブリーにしてみました。次はシェーディングをしていきます。今日使うのは Too Cool for School のアイテム。色をミックスして濃さを調節できるのと、粒子が細かいので自然な仕上がりになるのがかなりお気に入りポイントになります。最近かなりヘビロテしております。眉毛も同じく Too Cool for School のものを使っていきます。このアイブロウキットは、実はアイブロウに関する商品がこの一つのキットに含まれているので、とってもお得になってます。旅行にも便利なキットです。眉毛は自分の眉毛の形の足りない部分を埋めていくようなイメージで、パウダーで自然に描いていきます。アイメイクに入っていきます。今日は 3CE のアイシャドウパレットを使っていきます。まずは左一番上のマットな色をベースとして塗っていきます。次に先ほどの色の下の少しパール感のあるくすみピンクのお色をのせていきます。最後に一番真ん中にあるゴールドパールが入ったブラウンがかかったレッドピンクのカラーを際の部分と下まぶたの部分にのせていきます。アイライナーは最近購入したリリーバイレットのものを使っていきます。スリムタイプを使ったのでとても描きやすくて際に最適でした。際の部分は点線を描くように線と線の間に空間を空けて抜け感を出しつつラインを引いていきます。下のラインはできるだけ手の力を抜いて薄く描いていきます。上と下がつながらないように下にもちょっと空間を空けて描いていきます。ビューラーはいつもの資生堂のものを使って上下結構しっかりめに巻いていきます。今日はマスカラも少し遊び心を加えてバーガンディのカラーを使っていきます。まばたきをするたびに目に自然と視線のいく魅力的なカラーです。チークは最近これも韓国で大人気のリリーバイレットのラブビームチークを使っていきます。意外と発色がしっかりしているのでのせる時には量調節は要注意です。今日はパーティーにぴったりなハートチークをしてみました。まあ、デートの際は頬に広めにのせて愛らしく表現してみてもいいと思います。ハイライターは無印のものをチョイス。チークが少し主張激しめなのでできるだけ自然にのせていきます。リップはリリーバイレットのものを使っていきます。ベルベットティントという名にふさわしい
ベルベットな質感のリップになってます。伸びも発色も良くてすごく使いやすいです。そしたら今日のメイクは完成。楽しんで見ていただけたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではハッピーホワイトデイ、バイバイ、アンニョン。